書籍予約受付中。全国の特命さんこんばんは。深夜の放送部ことタックです。よろしくお願いします。こんなリクエストです。タックさんこんばんは。こんばんは。私はタックさんのチャンネルで事件系の動画を見るのが好きで、それきっかけでネットで事件を漁って勉強するのが趣味です。こんな悪趣味はタックさんにしか言えないです。そして先日異様な見出しの事件を目にしました。それが犯罪史上最も可愛い殺人鬼と書かれている事件の記事です。小学生女児が同級生の女の子を学校内で殺害したという事件です。いろんな事件を見てきましたが、さすがにゾッとしたので、この事件動画にして解説してください。お願いします。ということで、こちらリクエストありがとうございます。はい、こちらの犯罪史上最も可愛い殺人鬼と言われた事件、正式名称は佐世保小6女児同級生殺害事件です。この言葉の通り、犯行の異常性とか加害者の見た目などがネット上で話題を呼んだというちょっと異質な事件なんですけど、こちら紹介します。こちら時は2004年6月1日、長崎県佐世保市の市立大久保小学校にて、当時12歳であった小学6年生の女児が被害者 A さんの首をカッターナイフで切りつけて殺害するという事件が発生しました。この事件のポイントとしては、加害者そして被害者ともに同級生であったという点と、ネット上では可愛すぎる殺人鬼として有名になったこの2つなんですけど、当時の加害者の顔写真というのが端正な顔立ちをしていたこと、そしてこの加害者の着ていた服にネバダというロゴの入った服を着ていたんですけど、それを着用している加害者の写真というのが出回って、このことからネット上ではネバダタンとか呼ぶ人が出てきて話題になったんですね。というのもですね、当時ネット掲示板も全盛期っていうのもあって、こういったちょっと変わった事件というのを茶化すような書き込みであったりとか、そういったものが多かった時代でもあるんですね。まず一旦事件の概要なんですけど、加害者と A さん、この2人は同じ学校に通う同級生でした。日常的に顔を合わせて遊んだりとか、他の友人たちも交えて交換日記をするくらいまで仲がいい関係だったんですね。さらにこの2人はネット上でも交流というのをしていて、チャットでのやり取りのほか、それぞれが運営しているサイトっていうのがあったんですけど、ブログみたいな感じですね。その掲示板に仲の良さが伺える書き込みを当時行っていたんですね。加えて2人はですね、お互いのサイトにログインするためのパスワードっていうのを教え合っていたことも判明してます。これを聞くと非常に良好な関係を築いていたってことが分かりますよね。ただある日ですね、 A さんがこの後の加害者と会った時に、この加害者が A さんの背中にトンって乗ったんですよね。その時に重いって一言言ったんですよ。ただこの時も加害者、失礼しちゃうって返して、ごくごく日常の会話というか、小学生ではよくあるような光景だったんですけど、ただこの会話以降ですね、これまで良好であったこの2人の関係性というのが悪化していくことになります。まず A さんが自身のサイトの掲示板に、彼女の日頃の言動はぶりっ子のようだっていうような内容の書き込みしたんですね。先ほども話したように、2人はお互いのサイトのパスワードっていうのを共有していたんで、この A さんが何か書いては消して、何か書いては消してみたいな、そういったやり取りが始まるんですね。で A さんはこの消された件についても、嵐にあったんだ、まあ大体誰がやってるか分かるけどみたいなことをネット上に書きます。でここから A さんのサイトに再度ログインした加害者、 A さんが使っていたアバターを初期化したりとか、まあ、カボチャに変更するといった迷惑行為みたいなことをするんですね。まあでもただやることとしては可愛いもんですよね。ただここから2人の関係をさらに悪化させる事態が発生します。それが当時から行っていた交換日記です。まず加害者、自分の書いた交換日記の最後に NEXT 誰々と表記していたんですよ。この誰々の部分には、次に交換日記を手渡す相手の名前が入るんですけど、この表記、交換日記をやってる人たちもみんな自然と NEXT 誰々って書いていたんですけど、加害者はそれに対してあんまりよく思ってなかったんですよ。なので A さん含む友人たちに、私のこの NEXT 誰々っていうのみんな真似してるけど、真似しないでほしいっていう風に言ったんですよ。で友人たちは、あ、分かったっていう風に従うんですけど、それに対して A さんは、いや別に真似しても良くないかっていう形で反論するんですね。ここからまた2人の関係性が険悪なものになっていたと言います。本当こんなちっちゃいことだったんですけど、日を追うごとにですね、 A さんに対する憎悪っていうのはふつふつと湧き上がっていって、結果 A さんを殺害したいと心の底から考え始めるようになったと言います。で最後に A さんが書いた交換日記を抜けたいっていうメモをですね、加害者が見た当日の午後に犯行が行われました。いつも通り学校の4時間目の授業が終了して、同級生たちが慌ただしく給食の準備をしているタイミングを見計らって、加害者は A さんにですね、ちょっとおいでと声をかけて、教室から少し離れた無人の学習ルームに呼び出します。2人きりになると外部から見られないようにカーテンを閉めて、 A さんに対して椅子に座るように指示をしました。それから A さんの両目を手で覆い隠し、その後すぐ所持していたカッターナイフで容赦なく A さんの首を何度も切りつけたんですね。 A さんは驚いて慌てて立ち上がって、左手で首をかばいながら抵抗したんですけど、かなり深い傷を負って大量に出血してその場に倒れ込みます。この時で大量の返り血を浴びた加害者なんですが、そこでも非常に冷静で、約15分間にわたって自分の手についた血をハンカチで拭き取りながら、 A さんが息絶えるのを確かめるために顔を覗き込んだりとか体を触ったりしています。一方教室の方では給食の配膳が終わるんですね。そして食事を始めようとしたんですが、ここで担任教師はこの加害者と A さんが教室にいないことに気がつくんですね。その時廊下から足音が聞こえます。それは教室の入り口付近で大量の血液が付着したカッターナイフとハンカチを握っている加害者だったんですね。これを見た担任はカッターナイフを取り上げ、何があったのかというのを問いただします。この時加害者は、私の血じゃないです、私じゃないって言って、自分は怪我をしてないですよっていうことだけを言って、犯行現場となった学習ルームを指さすんですね。担任は学習ルームに向かいます。そこには机の上に置かれた A さんのメガネ、入り口付近で落ちている折れたカッターナイフの刃、壁に点
点々と付着してる血液のほか、血まみれに倒れてる A さん、その左手の甲には抵抗した時についた骨が見えるほどの深い傷も見られたといいます。すぐに担任は A さんの止血を試みて、で教頭も直接事件現場に来て状況を把握してから119番通報、被害者の父親にも連絡しました。そして数分後に救急隊っていうのは到着したんですけど、病院に搬送することが極めて難しいと判断して、すぐに佐世保警察署に連絡したんですね。っていうのもこの時の A さんというのはもう大量に血を失っていた上に、首には長さ深さともに10センチ程度の傷を負っていたんですね。女子小学生の平均的な首の太さっていうのが24センチから28センチ程度だったので、10センチの傷っていうのがどれほど深いものか分かりますよね。こうした状況から救急隊員はいかなる治療を施したとしても A さんは助からないと考えて警察に連絡するんですね。実際に A さんは間もなく出血されるで命を落としています。こうした騒動の中、加害者は何をやっていたのか、それが友達の前で私どうなっちゃうのかなっていうふうに不安そうにつぶやいていたんですね。なのでこのすごい落ち着いた様子から教師はですね、この時点では彼女が実行犯であることっていうのが分からなかったんですね。優しくなだめた後、学校の玄関脇の水道とか1階の保健室で手足の血液を流して血まみれになった服の着替えとかの手伝いをしていたんですよ。ただ救急隊員がすぐ何があったかを聞いた際にですね、まるで人が変わったかのように私がカッターで切りましたというふうに犯行を自供したんですね。その日の夜には警察によってこの騒動は殺人事件だと発表されます。この衝撃的な事件なんですけど、2018年にこの出来事から着想を得たサニーという映画まで公開されました。この事件が報道されると、序盤に話した通りですね、ネバタタンという愛称で呼ばれて、さらに加害者を美化するようなイラストっていうのも複数投稿される事態にも発展して、まあもちろんこの時のネットっていうのも問題されてたので、何でもかんでもこういう風にロマンチックに美化してしまったりとか、茶化すのが恐ろしいといったネットリテラシーを批判する意見も多く見られたんですね。でこの加害者のその後なんですけど、少年鑑別所へ送致された後、同年の6月9日には付き添い人というのが記者会見を開いて、運営していたサイトの説明とか行って、この事件の全貌が明らかになったんですね。この後についても社会復帰したとか名前を変えてるとかね、まあいろいろ言われてるんですけど、この真相というのは不明です。この仲の良かった小学生のジョジが引き起こした猟奇的な事件だったんですけど、同じようにこの佐世保っていう場所では未成年が同級生を殺害したという悲惨な事件もあって、それが佐世保女子高校生殺害事件、これが2014年の7月ですね。当時高校1年生だった少女が自宅マンション内で自分の友人かつクラスメートの女性の後頭部を鈍器で何度も殴った後、リードで首を絞めて殺害するという事件が起きました。この2人の間にトラブルはなかったとされてるんですけど、刃物を使ってこの友人の首と左手首というのを切断していて、犯行の動機を聞かれた時に、人を殺して解体してみたかったと、体の中を見てみたかったというのを答えてるんですね。その後少年審判にかけられた際、自閉症スペクトラム障害というふうに診断されてます。犯行当時は15歳だったということで、第3種の少年院へ送致されることが決定しました。これは心身に著しい障害があると判断された12歳以上26歳未満のものを収容するという施設のことです。この2つ過去に起きた事件なんですけど、やはりいずれも少年法というもので裁かれることになります。ただ最近これちょっと変わりましたよね。もともと少年法が適用されていた時っていうのは、今も適用されてないわけではないんですけど、14歳に満たない男女の法に触れる行為っていうのは基本的に罰しないとされてる。ただ14歳未満であっても必要と認める場合に限り、おおむね12歳以上を基準として少年院に送致することがあります。また法を犯した14歳以上の子供は性別を問わずに犯罪少年として刑事処分の対象になります。罪の隠蔽とか逃走を図ったりした場合は成人と同様に逮捕されるんですね。なので殺人事件を起こした場合っていうのが警察官に送致されて、看護措置っていうのが決定した場合は大抵は少年鑑別所っていうのに送致されます。さらにですね、16歳以上の子供は少年刑務所、16歳未満の子供は16歳になるまで少年院で刑の執行を受けることになるんですけど、ただまあいずれにしてもですね、未成年者の場合は犯罪の背景とか追い出しとかを考慮して、罰を与えるのか更生の機会を与えるのか、どちらにするのかっていうのを慎重に判断することになります。で最近ですね、この特定少年の改正っていうのでどう変わったかっていうと、18歳とか19歳の犯罪者を特定少年と位置づけることが決まって、これによって殺人とか傷害致死とか故意に人を死亡させたもの以外にもですね、強盗とか放火であっても20歳以上の男女と同等に裁判を受けさせることができるようになったんですね。ちなみに20歳未満の犯罪者について、かつては更生を図るために原則として実名報道というのはなかったんですけど、この特定少年という位置づけによって、今後は18歳と19歳の犯罪者の実名報道が行われる機会も増えるとされています。甲府の放火殺人の犯人は実名報道されましたよね。これは以前動画でも紹介したんですけど、2021年山梨県の甲府市に住む夫婦を殺害してその自宅を放火した罪というので、当時19歳の男逮捕されたんですけど、男の実名は公表されました。これが抑止になるのかっていうのはまだ不明です。ただ今回紹介した事件ですね、小学生が殺意を感じるっていうのは、やはり自分の小学生の時を想像しても考えられないものではあります。その背景にはやはり家庭であったりとか、その子の環境であったりとか、いろんな要因があったと思います。これから18歳の誕生日を迎える方、来年高校卒業する方々、卒業してから自由になることが多い分ですね、もちろん責任というものも同時についていきます。さらに犯罪っていうのは身近に潜んでいますし、いつ自分が加害者になってしまうのか、被害者になるのかっていうのも想像はできても予測っていうのはできません。だからこそね、普段から危険なところには行かない、つるまない、流されないっていうのを意識して生活してもらえればなと思います。はい、ということで今日は以上です。ぜひ皆さんのこの事件に関する感想、コメント欄までお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。